身ジュベナイルフィリーズでもあります、はい、ババコンディションは寮で行われます。第73回の阪神ジュベナイルフィリーズ、まあ、もちろんこの牝馬限定になってからというのはまあ最近でしてね、以前は阪神三歳ステークスという形で東西分かれている、まあそんな状況がね今よりも顕著だった時代にはボバも走っておりましたけれどもね。さあ間もなく発走となります阪神ジュベナイルフィリーズです。レシステンシア抜けた、4馬身5馬身突き放してゴール、逃げ切りました4番レシステンシア、これで3戦3勝。インコースから7番サトロレイラス、横に広がったソダシかサトロレイラスか並んでゴール、馬群の中から抜けた6番のソダシ。今年の2歳女王決定戦です。第73回阪神ジュベナイルフィリーズ G1、 実況はラジオ日経山本直アナウンサーです。阪神競馬場11レース第73回農林水産省賞典、阪神ジュベナイルフィリーズ G1 芝外回り 1600m 出走馬18頭。今年も2歳女王を決める瞬間がやってきました。向正面芝外回り 1600m の発走地点、ゲート入りが今から始まろうというところです。まず一番最初に誘導されるのは熊本生まれ3番火の国、そして5番スタティスティクス、17番ナミュールがゲートの後ろ少し立ち止まりました。誘導されて収まります。1番ゲートにナムラクレア、そして15番ゲートにダークペイジ。阪神競馬場の芝コースに外回りコースが誕生して15年ほど、すっかり日本競馬は牝馬が牽引する時代が続いています。女王たちの系譜にこの中から続く馬が現れるんでしょうか。今16番ゲートにベルクレスタが収まって、最後18番ゲートパーソナルハイ、ゆっくりと18番ゲートに近づいて収まります。阪神ジュベナイルフィリーズスタートしました。17番ナミュール最後方からの飛び出し、まずは先行争いです。スタートが早かったのは4番東方ラビアンですが、ダッシュがついて13番ウォーターナビレラ、2頭が前に行きまして、間からは7番君はクイーン、この争いに15番ダークペイジ加わっていこうとしている。あとは11番ラブリーユアイズ、インコースからは2番ナムラリコリス、外に12番アネゴハダ、下がなく3番ヒノクニ、8番ステルナティーヤ、外寄りから18番パーソナルハイ、今日は控える形です。3コーナーカーブ、1番ナムラクレアが行って10番のサークルオブライフ、9番シークルーズ、17番ナミュールは後方よりもうすでにインコースにいます。スタートからの 600m34 秒1で行った、間から6番タナザウィング、外寄りから16番ベルクレスタがややポジションを上げつつあって、そして17番ナミュールは後ろから3投目、その外に14番サク並びかけて、最後方5番スタティスティクス、4コーナーへと向かっています。前の争いですが先頭は2頭が飛ばしています。15番のダークフェイジ先頭、リードは1馬身、2番手の位置に4番東方ラビアン、その後ろ3、4馬身がいた3番手、前を追って13番のウォーターナビレラ、外側からもう16番ベルクレスタが後位に首を覗かせている、さらには12番アネゴハナで直線、前の争いですがダークフェイジ先頭、並んで東方ラビアン、やや外から3頭が追ってきた、ウォーターナビレラ、さらには12番のアネゴハナ、そして16番のベルクレスタ、さらにはラブリーアイズ、先頭はウォーターナビレラ、リード1馬身取ったアネゴハナ、16番のベルクレスタ、外から10番サークルオブライフ、内からラブリーユアイズ、先頭は外から10番のサークルオブライフ、ウォーターナビレラ、11番のラブリーユアイズ、10番のサークルオブライフ先頭でゴール、2着は11番のラブリーユアイズか、外13番ウォーターナビレラ、最後の最後内寄りからナミュール接近、10番サークルオブライフです。
3連勝で2歳女王の座を手にしました。ミルコ・デ・ムーロ、これが兄貴の意地です。時計は1分33秒8。2着争いは3頭の接戦、11番ラブリーアイス、さらには13番ウォーターナビレラ、最後13番ナミュールがこの争いに加わっていました。2歳女王サークルオブライフ、生産馬2頭を送り出していた千代田牧場から2歳女王誕生。またしても国枝厩舎の白いシャドーロールの女王誕生。今ポンポンと馬の首筋を撫でて祝福します。ミルコ・デ・ムーロ10番サークルオブライフ。2着争いは際どくなりました。3頭の中にいる段の体勢、11番ラブリーアイズ、武豊、ウォーターナビレラが外、内、クリスチャン・デ・ムーロ、ナミュールですが、わずかに11番ラブリーアイズ優勢とお伝えします。時計1分33秒8、上がりタイム、ゴールまでの 800m 47秒4、 600m 34秒8です。2戦目の中山のマイル戦で長く足を使う競馬で初勝利、3戦目のアルテミスステークスで一気の末足を披露し重賞初制覇、その2つの勝ち方を合わせたかのような今日の抜け出し。阪神ジュベナイルフィリーズは1着10番サークルオブライフミルコ・デ・ブーロ、2着11番ラブリー・ユアイズ、3着13番ウォーターナビレラ、4着17番ナミュール、5着1番ナムラクレアと発表されました。確定までは今しばらくお待ちください。敗者が去った芝コース、今向こう上面ただ一頭、ミルコ・デ・ムーロとサークル・オブ・ライフだけが今悠然と帰ってきます。ゲートが置かれていた発走地点のあたりから今2コーナー1コーナーへと向かっていきます。ミルコ・デ・ムーロジョッキーは朝日杯フューチュリティステークス、そしてホープフルステークスをすでに制していまして、2歳 G1 これで完全制覇。クリスチャン・デ・ムーロ騎手はすでにこのレースを1回制していまして、兄弟での阪神ジュベナイルフィリーズ制覇ということになりました。吉田豊、吉田隼人兄弟に